こんにちは、ケイドラです。今回は特別版モンストニュースの重心化重心化回の情報を見ていきましょう。まずはこちら、めちゃくちゃびっくりしたんですけども、もうマホロバの重心化が来ました。マホロバは限定キャラの中でも一番新しい進化神化のキャラだったんですけども、誰も予想できない段階で来ましたね。では性能見ていきましょう。反射ゲージ神族砲撃型、ラックスキルがクリティカル、アビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージオール、超マインスイーパー M、 アンチ魔法陣ゲージでバイタルキラー M、 シールドブレイカー、 SS がスピードアップ&ヒットした敵の弱点を大アップ、12+8ターン、友情コンボが新友情、クイックチャージショットと全敵貫通分裂弾。まずアビリティから見ていきましょう。基本は神化ベースなんで、今回新しくアンチ重力バリアがつきました。ラックスキルもクリティカルなんで、豪絶のハーベセルで使用可能になりましたね。火力に関してはバイタルキラー M が乗れば結構出ると思うんですけども、キラーがなくなってしまうと一気に火力が落ちます。ただその代わり SS 弱点効果大アップがあるんで、ボスの弱点効果を2倍までアップさせます。弱点効果大アップの継続ターンは現状不明なんですけども、後続のヤクモの火力サポートもできる可能性ありますし、シールドブレイカー持ってるんで結構邪魔な位置にあるシールドを破壊することもできます。やっぱり火力に関してはヤクモが強すぎるんですけども、しっかりヤクモで火力を出すためのサポートができるんで、1体編成した方が安定感が増す可能性があります。他のクエストで言うと未開32だったり未開42、特に未開42に関してもシールドが結構出るんでしっかり活躍できると思います。で、天魔2に関しては雑魚処理においてバイタルキラー M が発動するんで結構強いとは思うんですけども、ボス火力ですよね。キラーがなくなってしまうと一気に火力落ちるんで、ツタンカーメンだったり鎌足りには勝てないと思います。 SS に関してもあのクエスト弱点ないんで火力アップは見込めません。そして新友情クイックチャージショットに関しては溜まる速度も速いし威力もアップしてると言っていました。いきなり砲撃型なんで結構火力高いと思いますし、サブ友情の全敵貫通分裂弾に関しても砲撃では初なんで、艦隊とかで使うとなかなかに火力出ると思います。しっかり難しいコンテンツでも最上位適性ではないものの使えるんで、ちゃんと強くなってくれて良かったと思います。続きましてこちら、信長と信長 X ですね。いやー、見事に予想外しました。では性能見ていきましょう。まずは信長、反射侍超バランス型、ラックスキルがガイド、アビリティが超アンチダメージオール超マインスイーパーレーザーストップ、コネクトスキルで魔法陣ブーストカウンターキラー、条件としましては侍族以外が2体以上、または反射が2体以上、 SS が5人分身&号令ですね、16+8ターン、友情コンボが貫通ターゲットロックオン衝撃波4と爆絶斬撃。もともと信長に関してはアンチダメージオール魔法陣ブーストカウンターキラーのキャラだったんですけども、今回超ダメオに変わりまして超マインスイーパーも新しくつきました。でレーザーストップもつきましたね。現状難しいコンテンツの明確な使い道も少ないと思いますし、転送壁だったり減速壁もついてないんで、使えるクエストはちょっと古めなんですけども、地味に反射枠ではこの組み合わせはいませんでした。でこちらもちろん友情コンボにも魔法陣ブーストとカウンターキラー乗ってくるんですけども、新友情爆絶斬撃がどれぐらい威力上がってるか楽しみですね。爆絶っていう表現は超絶の上の段階なんで個人的には楽しみにしています。 SS に関しては5人分身号令カウンターキラー超バラ効果も乗ってくるんで、自強化として使っても結構強いと思います。とにかく現状はクエストがあまりないんでピンとこない感じは否めないんですけども、しっかり強くなりましたね。続きまして限定キャラ信長 X 見ていきましょう。性能が反射侍超バランス型、ラックスキルが友情コンボクリティカル、アビリティがアンチダメージオール超マインスイーパーいるリジェネーム、コネクトスキルで超 AGB パワーオーラ、条件としましては侍族以外が2体以上、またはバランス型以外が2体以上、SS が大号令&触れた壁すべてにヒーリングオールを展開する16+8ターン、友情コンボが超絶ソリッドバレットと超強分身弾。こちらもギミックの組み合わせとしては結構古いところなんですけども、水の反射枠では初実装でした。今回新しくダメオがついたんで重力ダメオだったり重力マインスイーパーとしても使えるんですけども、こちらも転送壁だったり減速壁は対応していないんで、使えるクエストはちょっと古いかなと思います。
ただ信長 X に関しては HP80% 以上で攻撃力 1.5 倍になるパワーオーラ持ってるんで、これが本当に強力ですよね。このアビリティと相性がいいリゼネ M だったり SS のヒーリングオール展開もあるんで、発動もしやすいし、超バラ効果、パワーオーラの効果が乗ってくる友情コンボに関しても思ってる以上に結構火力入ると思います。なんなら友情コンボクリティカル持ってるんで、発動時はとんでもない火力を出してくれると思います。いかんせんこちらも直近の難しいコンテンツにはハマっていないし、ちょっとピンとこない感じはありますけども、持ってるものは全体的に強いんでしっかりハマってほしいと思います。そして最後こちら、工場キャラのダイヤモンドですね。性能見ていきましょう。反射聖騎士超バランス型、ラックスキルがシールド、アビリティがアンチ重力バリア、アンチワープ、全属性耐性、無属性耐性、コネクトスキルで超アンチダメージオール、友情ブーストL プロテクション。条件としましては、聖騎士以外が2体以上、またはバランス以外が2体以上、 SS が自強化&弱点露出8プラス4ターン、友情コンボが全敵ロックオンレーザー EL と防御アップ。まずはアビリティから見ていきましょう。今回新しくアンチ重力バリアついたんで、重力ワープだったり重力ダメオとして使います。この組み合わせに関しては超究極のシンホルスで使いますね。他にも無属性耐性だったりプロテクションもついたんで、被ダメージを大幅軽減できます。友情ブーストに関しても L に変わりまして、もちろんサブ友情には効果ないんですけども、全敵ロックオンレーザー EL が 2.5 倍の火力を出してくれます。しかも超バラ効果も乗ってくるんで、どっかのクエストの固定周回とかでも使える可能性があります。 SS に関しても8ターンから打てるように変わったんで、使い勝手は上がりましたよね。工場キャラとしては十分強いと思うんですけども、この枠アーサーがいるんで、被ダメージが超痛いとかで接待が入らない限り役割が被ってしまう可能性があります。そんな感じで見ていったんですけども、今回重進化重進化回に関しては解禁日がイレギュラーでして、3月18日土曜日の12時からはマホロバ重進化、3月19日日曜日の12時からは信長と信長 X ですね。そして火曜日に関してはダイヤモンドが解禁されます。月曜日だけ何もないっていう形なんでお間違いなく。以上、今週のモンストニュースは終了でして、来週は3月23日木曜日の16時から、ラッキーモンスターはこんな感じになっております。とりあえずコラボに関しては追加情報来ると思うんで、そちら楽しみに待ちましょう。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。それではバイバイ。